いい馬だけど番号は一番だし、おそらく相当値段が高くなるんで、ちょっと手が届かない馬かなと思ってた馬だったんでね、本当に嬉しいですね。やっぱクラシックタイプでしょうね。ボケが非常に長めのボケで、まあ、2000から2400クラシックディスタンスに向くタイプだと思いますし、あと足長でね、リアルスティールに似てますよね。まあ順調に行ってさえくれればいいんですけども、やっぱりデビューから、まあ、1800m 以上のレースでデビューさせて、やはり2000、2400という距離をこなしてくれるようになってくれればと思っています。そうですね、やはりリアルスティールの子供で海外に打って出たいっていうのは自分の一つの夢でありますんで、その夢を実現できるように皆さんと共に歩んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。